ちはですね、今日はオフでございます、はい、お仕事ではなくて遊びに行きますいや前からね、約束してたんですよね。またちょっとペコちゃんとコラボということでね、今向かってるのがね相模川なんですけど、相模川行ってまあちょっとデイキャンプ的な感じを盛り込みつつ、なんか釣りでもできればいいかなっていう感じで向かってます。でまだねちょっと早いんだけど、タックルベリーよってねちょっとルアーとかなんかその辺のやつのを揃えてから行こうかなと思ってんだけど、11時から開くんですよね。結構ね遅いんでね、開くのがねまあ夜遅くまでやってるっていうのはあるんだろうけど、もうちょっと早くやってても9時ぐらいからやっててもいいんじゃないかなって思うんだけどね、釣り具屋さん的には。はい、まあ地元の人なら多分わかると思うんだけど、風景でねちょっと寄り道していきます。あのね、今ちょっとちらって後ろ見たらね、ジャンパー忘れた絶対寒いよね、うん、ということでちょっとねワークマン寄ってなんかヤッケかなんか買って、いや風通しさえしなければちょっとあったかめな服はしてきたんだけどやっちまった。いやね、カイロとかねなんかいろいろ貼り付けて、もう絶対今日はね寒いだろうと思ったから、なんかちょっと失敗したもう結構忘れ物しねえだろうな、何回も何回もねいろんなもん調べてね、あの機材とかね機材だってそんな大したもんじゃないんだけどなんかそういうねやってたつもりだったんだけど、意外なところでちょっと忘れ物しちゃいましたね。まあどの道時間あるんで、ていうかもともと今日はもう寒いから昼からやろうかみたいな、そういう感じに僕は設定してたんで、ね、勝手にまあベコちゃんもいいよいいよっていうか、まあいいですよみたいな感じでね、うん、言ってくれたんで、一応現地に現地待ち合わせみたいな感じ、ね一緒に行きゃいいやんって思うんだろう、あのこととかもあるんだけど、あんまりこうなんかこうね前とか後ろとか ついていくっていうのかな、ついたり疲れたりってのあんま好きじゃないんですよね。うん、なんか気使うじゃないですか、あ離れちゃったりとか、まあ行き場所は決まってんだからまあねいいんだけど、なんかそういうの嫌なんで、じゃあ現地集合で行くかみたいな、そういう感じでお願いしました一応ね、相模川までだいたいそうですね1時間半から2時間かかるんですけど、うちからね一般道でね、うん、でそこまで行く間にちょっと買い物してっていうか、そのタクルベリー寄ってちょっと調達しなきゃいけないものがあったから、うん、まあ朝からね寒い思いして釣れないねって言ってるよりは昼からなんかなんかほんわりとっていうか、ね、ちょっと暖かくなったからやった方がなんか絵になるかなっていうのがあって、もう全然釣り吉じゃないですねまあいろんなこと楽しめればなとかね思ってるんですよね。ちょっとモーグル的なところ要素もあるんで、あの走れるところっていうか、あの川の河原っていうのあるんで、そういうのもちょっとあの撮影できたらなと思ってるんですけどね。で着くはずなんだけど、もうちょっとでね甘く食いてとりあえずワークマンでヤッケ買ってきます。見えましたかねさてタックルベリー着きました。町田鶴川店さん、さあ開いたみたいなんで行ってみますか。さてじゃあ行きますか。到着予定時刻12時、まあ12時半から1時の約束だったんで、いやーこの大きな段差を越える時の振動が本当に少なくなったまあいいや。で一応ね買い物としてはちょっとなかったですね
中古がね、もう中古でいいやと思ってるタイプなんでね、ルアーとかなくしちゃうからすぐに。今日はちょっと装備が、装備っていうかな、いろんなもの積んできたからね、いろんな音がしてるかもしれないですね。チャッポンチャッポンしたりカッタ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 まあちょっと後で後ろ撮影っていうか撮るけど、どんなもの持ってきたか、もういい加減にもう積み込んでます。ノートフォルダーもう外しちゃってるんであれ結構ね、邪魔なんですよね。邪魔っていうか、邪魔な時があって、なんていうの、おお、いっぱい荷物を積む時に上が引っかかっちゃったりとかするんですよ。じゃあそれがね、ちょっといかんせん良くないなっていうのがあって、まあね、荷物積めませんでしたじゃ話にならないじゃないですか。まあ積めな、外しはいいんだけど、なんか毎回毎回外すのめんどくさくて、それだったらもうなんかちょっとすぐ取り外せるようなやつをね、つけたらいいんじゃないかなと思ってちょっと考えてはいるんだけどなかなかね、なかなかどうして考えがまとまらないっていうか、なんか午後0時です。あ、12時になっちゃいましたね。まあなっちゃいましたねっていうか、まあ全然余裕っていうか、ちゃんと約束した時間にはね間に合うようにはしてるんだけど、なんかね、僕の予想なんですけど、もしかしたらなんかもう現地に車中泊とかしてんじゃねえかなと思ってたりするんですよね、予想でね。なんか僕となんか時間待ち合わせていくっていうのはちょっとなんかありえないんじゃないかなと。なんか向こうでもうすでになんか撮影かなんかしてて、でね、車中泊して、で、僕来ましたみたいなそういう流れに作るんじゃねえかなとかね、勝手に思ってるんですけどね、どんな感じだかな、楽しみだな結構普通にいたりしてねまあそれはそれでいいんだけど、なんかちょっとその辺がね、楽しみでもあるっていうのですね、なんかこうねサプライズ的なやつね、まあそれはそれで別にいいんだけどね、その人の自由というかねやり方別にこうしろって言ってるわけじゃないし、ね、自分のね動画の作り方があるわけなんでね、まあその辺はちょっとなんとも言えないですけど、お早速もしもし、あ、もしもーす、あ、どうも、お久しぶりです。こんにちは聞こえます？聞こえてます？あ、聞こえてますよ。ありがとうございます。何人、あ、僕一人だけです。あ、本当ですか？ええ、今もう向かってます？今向かってるところで、まあ、あと5分ぐらいで着くかな。5分10分でちょっと道混んでるから。あ、もう着きます？あ、着きますね。あ、ごめんなさい、あと30分ぐらいかかりそうです。あ、いやいやいや、いいっす、いいっす、全然いいっすよ。予定時間が12時半から1時ぐらいだってよ、はい、感じで。ええ。あれ、今日、ええ。焚き火とかします？焚き火は、直火はできないと思う。やってもいいって書いてあったけど、はい、一応直火はしないような感じにしてますね。あれ、焚き火台とかって持ってきてます？いや、台は持ってないです。何もそういう辺のものは持ってないですね。はいはい、あ、本当ですか？なんだっけ、コンロっていうか、その、バーナーみたいなやつはあるけど、はいはい、はい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 。それだけかな。あー、なるほど。ええ。だ、特にバーベキューとかそういう感じにしようとは思ってなかったですね、僕の方は。あー、本当ですか？ええ。お食事ってどうされてます？今はまだ何も食ってなくて、ちょっと向こうで、なんかちょっと食べようかなって感じ。はい、ですね、現地で。ああ、なるほどですね。ええ、了解しました。一応、ええ、まあ、バーベキュー意識とか持ってきたんですけど、ええ、もう焚き火台だとか、ええええ、どう転んでも大丈夫なようにしてきたんですけど、ええ、どうします？いや、ベコちゃんの撮影の勝手があるからそれはお任せしますよね。時間的に、まあ、大丈夫かなと思って。ああ、まあ火消した後の時間とかもあるからね。そうですよね、うん、で釣り合って、うん、なんかオフロード走行とかします？
あ、なんか、うん、それや考えてますね、一応。しない感じにしますか。うん、そんな感じでいいんじゃないですか。ざっくりこうやれる感じで、まあ一応こんなのも持ってきたんだけど的な感じで。ああ、わかりました。ええー、じゃあその感じでいきましょう。じゃあお待ちしてます。はい、じゃあ後で後ほどお願いします。はい、お願いします。はい、はい、はい、ちょうど話してる話をしてた時にペコちゃんから連絡来ましたね。レーダー受信しました。注意してください。10度、あ、ちょうど今相模川の 真上というか、ここで今ね標高85メートルあるんで、ここからどれだけ下がるかっていう、結構下るんですよ。ああいいね、紅葉がいい感じになって、あさっての方向見せたらじゃって見たらなんか全然なんか左側ばっか撮ってた見えなかったみたいな。ペコちゃんが今録音っていうかね、録音っていうか電話の声が拾ってたかわかんないけど、30分ぐらいまあかかるよって話だったんで、だからそれでちょっとね待ってる間、まあちょこっと撮影しようかなって。まあ車中泊まではしてなかったですねさすがにね寒いだろうが、いや、ベコちゃんはなんかあの寒さ対策してるっていうから、もしかしたらありえるなっていうね読みがあったんだけど、うん、なかったっすねうん、まあいいや、とりあえず今着きますんで、でこの今高田橋っていうところの、まあポイントというか行くんですけど、こっちが上溝の方から来ると、まあ左、まあ橋の手前で曲がる感じですね。でトイレがね、どうやらここしかないらしいんですよね、この左側、ここね。あれあんのこれ上にあんの、そろ来るんじゃないかな。何時だ今。12時26分。行っちゃったし。